おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のキラ、相方はリゾットだよ。誰も、生かしてはおけないな。キラは今シーズンの調整で爆弾の設置場所が壁越しに見えるマーカーが追加。これまでは設置場所を直接見ることでしか確認できなかったが、この調整により露伴先生の罠のように自分と相方が一目で位置を確認できるようになった。キラの前回のシーズン戦績はソロ戦23キャラ中10位、ペア戦14位と至って平凡。一方使用率はソロペアともになんと平均の倍以上という大差で圧倒的人気を記録している。その前のシーズンでは勝率が芳しくなかったが、何かと不利な農場の選出率が減少したことで多少改善された。さてこんなところにもまだダービーの資格が残っていたか。こちらでかなりの数を勝った上残りはプレイヤーだけなので他のペアはレベルアップに難儀することだろう。残りのペアは風悟とナランチャのペアとジョースケジュルのペア。先に倒しておきたいのは後半に強いジョースケジュルのペアだが、風悟とナランチャに横槍を入れられるのは面倒だ。しかしここで倒しに行くにはあまり地形が良くないな。なんだね君は。トラブルなら遠慮した。風悟相手はパンチ6発とウイルスダメージでおだぶつなので現状無理に近距離戦闘を続けるのはやめておこう。それに最後のダービーの資格を借りに行くときに見失ってしまったジョースケジョルのペアがどこから来るかわからない。てめえこら！東方ジョースケ。おっとあんなところにいたのか。ジョースケジョルのペアなら地形的にまだこちらが有利だがやはりナランチャに横槍は入れられたくない。ここはまずポジション取りから入ろう。両方のペアに挟まれた状態でいると攻撃を仕掛ける際、後ろから攻撃されてしまうのでまずそのような位置取りを避ける。こちらの射程距離や爆弾の存在で近距離タイプのペアはこちらを攻めづらい。ならばその心理を利用してこちらから前進して相手を下がらせる。そうなれば我々とナランチャ風悟ペアに挟まれ徐々に消耗していくことだろう。よし思った通りの展開になってきたな。早く治療しなくては。ダメ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 。待ち伏せが決まったはいいが地形に阻まれたせいでダメージも浅かったな。しかしジョルノは攻撃の発生が早くて数も一発多いので、後手に回っても無理やり殴り返してくるプレイヤーが多い。余計なダメージをもらわないためにも最初の攻撃はヒット&アウェイだ。さてお次はアイテム周辺に仕掛けた爆弾だ。スイッチ。危ないところでした。残念外れたか。確かに爆弾は平地ならば走って駆け抜けられるが奇襲でも案外当たらないものだな。目撃者は生かしておけないよ。よし相手が瀕死なのは一目瞭然。しかし残りのペアの横槍には常に警戒だ。おっとナランチャがボムを外した。絶対許さない。侮ってはいけない相手のようだな。第二の爆弾そっちを見ろ。私は生き延び平和に生き延びてみせる。ジョースケがくっつんしながら突っ込んできたがしのいだ。なあくそ開く。ジョルノのダウンを奪いジョースケも瀕死。しかし風悟もアルティメットを使ってウイルスをばらまいているな。シアーハートアタック。これが倒れろ。コッパみじんに消し飛ばしてやる。スイッチオン。なぜ死んでいない。爆発前の反撃を警戒して下がったが仕留められなかったか。体力は風前の灯火だが向こうも同じなのは熱感知でわかる。お前らどうかしているぞ。私は人を殺さずにはいられないという佐賀を背負ってはいるが幸福に生きる。俺一人でも目的は果たす。見ての通りだ。瀕死の重傷だよ。震えメタリカ。お前の倒し方はできていたのだ。なんとか風悟のダウンを奪ったもののダウンしてしまったが、相方が最後の一人のとどめを刺してくれて勝利。一応相手が瀕死なことをマーカーと簡易チャットで知らせていたつもりだったけどきっちり決めてくれて助かった。こちらがナランチャまで攻撃をする余裕がなかった中、隙を見てしっかり削ってくれていた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。誰も生かしてはおけないな。今度は相方もキラだよ。今シーズンはキラの最終決戦時の姿である川尻が実装された。しかしこれまでのハイビオ様や六部城太郎のようなバリエーションキャラと川尻の立ち位置は異なる。スタンドこそ同じだがパッシブスキルの有無や通常スキルとアルティメットの性能など全くと言っていいほど別物。隙
キルの爆弾もキラは設置式で使用場面が限られるが近距離で当てれば一気に致命打が狙える一方、川尻の空気弾は射程が長く使用場面が広い分ワンチャンスで致命打は狙いづらい。アルティメットに至ってはキラは自走式追尾爆弾、川尻は自動発動の復活スキルと根本的に違う。キラの方は火力とリーチに優れた通常攻撃で牽制しながら爆弾で瞬間火力を出す近距離戦したい。川尻は基本的に空気弾で中距離戦を行いながら状況により近距離戦に切り替えていくキャラとなっている。ロードマップの新キャラ予告にバリエーション違いの表記がなかったように別人として見ていくべきだろう。さて次のエリアはこの館がしっかり入っているのでいち早く抑えていこう。漁られた形跡もないので先客がいる可能性も低いだろう。第一の爆弾。お、入り口に仕掛けた爆弾に誰か引っかかったな。安全エリアから外れない限りはこの館に爆弾を仕掛けて迎え撃とう。爆弾にマーカーがつくようになったことでこういう場面で自分も相方も設置場所が非常にわかりやすい。お、こんなところに投資があるじゃないか。今シーズンから投資アイテムの効果中か否かが相方からもわかるようになりさらに連携が取りやすくなっている。さてこれで次の移動も安全に行えるぞ。この館にも結構プレイヤーが集まっているようだな。しかし先に上を取って爆弾で塞いでしまえばこっちのものだ。すぐ下にも1ペアいるな。すでに触っている。お、前に仕掛けた爆弾に誰か引っかかったな。さらに相方の仕掛けた爆弾も命中。しかしとても追撃に行ける位置ではないので引き続き階段の守りを固めよう。下の風ごとナランチャに奇襲してチップを奪えれば美味しいのだが。するのはお前の方だ。バラルキー。やって、気づかれたか。しかしあからさまに目の前に爆弾を仕掛けてやったのでもうこちらには来られないだろう。ここは屋上に出て次の手を考えるか。さてさすがにもうこの館は範囲外だな。しかしここならばギリギリまで様子を見ることができる。とりあえず今兵の外のプレイヤーは気にしなくていいだろう。敷地内にいるプレイヤーもそう多くないようだ。生かしてはおけない。やったぞ。よし、相方がうまく奇襲を決めてくれた。あっしまった、ナランチャの炎がまだ残っていてシアハが機能していない。いやしかしそのおかげで館内に隠れていたプレイヤーが再起不能になったのか。シアハートアタック。なんだって。しまったー、遠くに投げすぎた。あ、相方もシアハを使ったけどちゃんと回り込んで敵を追尾してるな。私も同じように投げるべきだった。とにかく今の状況は最後の六太郎とミスタのペアが壁の向こうにいる状態。ミスタがロデオショットをちょいちょい打ってはいるが互いに決定打がない。幸いエリアの縮小は向こう側ではないようだがこれはただエリアの収縮を待つだけでは危ない。最後の手を考えなくては。ところでポケットティッシュ持ってるかね。ハンカチでもいい。分かった。痛いよ。うぐわ。ここに集まってくれ。スタークラッシュザワールド。やばい、何かやばいぜ。ポケットティッシュ。うぐわ。うわ。なんて痛いんだ。血もいっぱい出るし涙まで出てくる。なんて一日だ。こんなひどい一日は生涯初めてだ。一足先にダウンして相方に起こしてもらい、復活分の体力でエリアダメージギリギリ耐久勝ち。なかなかないシチュエーションだったのでちとわざとダウンするタイミングが早くてかなり際どい決着になってしまった。しかし最後の一人と相方のダウンが全く同時だったので私がコンマ数秒長く生き残ったのもちゃんと意味があった。こちらの動きに合わせてくれて最後の耐久もすぐさま理解してくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。